カルチョビットです。今ステップリーグで、これが最終戦、16節で正に、優勝を決めております。相手は城南武雄戦ですね。果たしてこれきっちり勝ってくれるんじゃないかなと思います。ごめんなさい、あと2週ありましたね。練習試合です。練習試合はご覧の通り、N1 が4チーム選べるものになっております。ではメンソーレ、那覇やってみますかね。すいません。でスタメンですけど、練習試合ということなので、イエローカード持ってる選手も選んで構わないと思います。ということで全員イエローカードを持ってる選手やってみますかね。キーパーは広岡で、この辺りを行ってみますか。結構ミッドフィルダーにイエローが多かったりします。はい、それでは行ってみましょう。試合開始です。はい、こちら側のキックですね。彩香から福山、今度は菊池から緑ですね。あ、オフサイドです。歩き目です。なんか、お、やばい。細かくパス回ししてますね。いい感じ。N1 って最高リーグなんですけど、その4位ですからね、やっぱり相手が強い。だから負けてもともとなんですけど、その中でどれぐらい、検討できるか。お？高い。この頑張りかけてみたいとこですね。逆サイドで今度は縦、うまいですね。チャンス。おお、なかなかスクリーンしぶとかったですね。お、なるほど、結構危ないかも。危なければ特訓がつくんで、それはそれでいいんですけどね。そのための練習試合です。
どんどん、特訓カード、この、今出たリフティングっていうカードつけて、点取られました。笠沼からヘイロー。ヘイローが決めましたね。こういう風にどんどんカードが増えます。改善点が出ますと、このカードを集めて、強化することで来ました。来ましたね。やっぱり、ここは、さすがイルマ、卒がない。笠沼から、ここで飛び込んできて、マノが。まあ、仕方ないですね。別に、練習試合、勝たなくていいですから。気持ちは楽です。お、縦パス？チャンスでしたけどね。笠沼っていうのは結構いい選手っぽいですね。ちょっとマークしてみますか。どうやってマークするんだったっけ。おっと、もう、深澤が、やばそう。選手交代しないといけないぐらいだからな。さっきの、みんな S とかすごい。笠沼、こいつの選手をマークしとかないと、いけない感じですね。そうだ。練習試合は、前後半じゃなくって、45分で終了です。感じですね。高さも違うし、スピードも違うし、飛び込みのひらめきも違うし、この辺が N1 なんでしょうね。で、着実に決めていく、当たり前のように決めてきますからね。うまくプッシュをかけてシュートのコースを塞ぎたいとこですけどね。ということで、練習試合1試合目は、おっと、これ10個までもらえるんですけど、9つですね。ボールの支配率も圧倒的にやばいかな。で、もう1個。今、目的としてはですね、結構女子選手多かったと思うんですけど、そう、女子選手を集めまして、女子選手で、上に行って優勝するというのが、この、プレーの目的であります。ではでは、特訓っていうのがありまして、特訓はですね、実は女子選手のみ、今やっております。いずれ女子選手にと、統一することになるんで。このくるみというのが、今、エースストライカーになります。このミオはですね、スタミナに多少不安がありますので、スタミナをつけたいですね。今、飛んでいるところが、パワーアップするところですね。で、あと、ディフェンダーの、
構この時点で女子選手が結構増えてます。安くいい選手を獲得するっていうのが重要で、こちら予算がありますからね。ゴールの瞬間、これが唯一の、今女子選手で唯一のキーパーですね。はい、ということで、練習試合の第2試合やってみますか。今度は N1 はおらんのか。ということで、ピーター・ローズっていう選手がいますね。ダイガード・フジミっていうのが、前ステップリーグにいまして、優勝して上がった選手です。上がったチームです。いずれはやって勝ちたいところですね。今度はその夏式を上げてみましょう。クルミはそのままで、この2番、7個に変えて2番手に上げてもいいかもしれないですね。はい、これで、戦術は攻撃的、チャンスメーカーやっぱり潰しといた方がいいような気はしますんで、これでどうなりますか。攻撃と言いつつ、やはりこの辺は抑えておきたい。千歳から、おお、チャンスは作ってくるんですよね。ヤロビックスかゲット。カルベが取って、緑から、おっと、ノンホイッスルだ。これは参りました。深沢が、菊池、福山、ここら辺いいですね。おっ、取られちゃったですね。お、流れましたね。もう強引に持っていきますね。うわぁ無理やり押し込んできました。これ、ここでキーパー、伏せればいいのにね、こう伏せて無理やり取りに行きゃいいのに。でしょう。まあまあ、勝たなくてもいいんですけど、なんか形は作りたいですね。チャンス！くるみ！キーパーにちょっとやられましたね。そのくるみが、コーナーを打って、そうですよね。なんと、ここ彦山がいたという。一人足りなかったですね。ちょっとこれは、相手のとこにボールは与えちゃったような感じで。これナイスです、彩香。そして彩香から福山。福山は結構前へ出せる選手ですね。ディフェンダーながら押し上げて、攻撃の起点にもなるというような。お、今度はホイッスル。この距離でも入ったりしますけど、これはなかなか、そうはいかなかったですか。深沢くるみ、緑、羽生田、いい流れ。攻めには行ってるんですけどね、やっぱりなかなか、これは出るでしょう。さあ、ラストチャンスかな。まあ、ラストチャンスと言いつつ、ちょっと時間が足りないような、ゲームセット。こんな感じですね。やっぱり、今、ワントップを形成してまして、
まあ、くるみにボールをつないでくるみが決めるというような、フォーメーションでやってますね。それがね、くるみも結構調子のムラがあるんで、くるみが決まらない時って結構スランプがこの前年の後半ぐらいからあったんですけど、ここ数試合は仕事をしてくれるいい選手になってますね。課題、右足を。あ、これも9つ、10個まであと1つでしたね。というわけでですね、次が公式戦になります。公式戦はですね、また次の動画で上げたいと思います。ちょっとこのカルチョビットアーではですね、喋るのが初めてで、あまり喋りのまとまりっていうのがうまくないんで、ぐだぐだになってしまったと思いますけど、だんだんと、よくしていきたいなと思います。はい。そうですね。もし、よろしければ、登録ボタンを押していただいて、関連動画も、この後、出しますんで、関連動画も、アクセスしていただくと非常に、嬉しく思います。この、カルチョビット R の他にですね、スターホースポケットという競馬ゲームとか、また、PC の競馬ゲームのウィーニングポスト、あと、ファンタジー RPG のセブンスリバースとかですね、動画上げておりますので、よろしければ見てください。それではまた、お会いしましょう。はい、バイバーイ。